はいどうも皆さんこんにちは。ちょっとねここに箱がもう一個あるんですけど、多分皆さんね僕の1週間ぐらい前の動画、こちらです。あ、おいよ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 、ですね皆さんこちらでございます。まあ見てない方のためにね説明すると、簡単に言うと4000円かけてフォートナイトのミステリーボックスを買ったんですよ。そして中身がなんとめちゃくちゃしょぼかったんですよ。めちゃくちゃしょぼかった。で、なんかコメント欄とかで、4000円無駄にしましたね。めちゃくちゃ、あー、無駄にした。あー、どんまいどんまい。あー、って感じでいっぱい来たんですけど、皆さんちょっとね、この箱、これだけで、何円したと思いますか？コメント欄で書いてください。チクタク、チクタク。はい、書きましたよね。いきます。正解は、6000円。はい。はぁ、やばくね。まだ皆さん、この中身はね、僕、買った時から知ってるんで、結構、すごいと思います、これは。6000円でこれが買えたということは、結構いいと思う。前回みたいになんか中身がしょぼいことは、ないからね。いきますよ、まず1個目。じゃあまずね、ちょっとしょぼい方からいこっか。しょぼい方から。しょぼい方、じゃじゃん。黒い袋が2つあります。この中身は、結構すごいもんですよ。はぁ、みんなに見えないように。おぉ、結構すげえ。もうこれ見てわかる人いるかもしれないんですけど、キーホルダー？キーチェインっていうの？いきますよ。なんと !3、2、1、こちらです。おー、見てこれ。うおー、やば。何かと言いますと、多分もう皆さんわかると思うんですけど、ミニポーションですよ、これ。それが、2つあります。ほら、ほらほらほら。ほらね。2つ、こうやって、いや、こうやってなんか、イヤリング。あはは。結構いいと思います、これ。これ結構お気に入りです。でもなんかガラスだからね、壊れそうだからちょっと怖いから、どうしよう。鍵だ。鍵につけようかな、一個。まあ。そこはね、じっくり考えて少しずつつけていきたいと思います。なんとこれね、開ける前にちょっと説明しますけど、これは特別に作ってもらったものでございます。カスタムで何かを作れるんですよ。こちら。はい。ケーブル。なんか凄そうでしょ。いきますよ。はい、こちら。何ですか、これ。What？ はい、ケーブル。そして、なんか変な土台っぽいやつ。そして、最後に、こちら。まだ見えないね。OK。開けよっか。もう僕はね、これ何か分かってるんですよ。僕が頼んだやつだから。でも、皆さんにこう、見せるのが超楽しみ。え？待って。え？これ予想以上にクオリティ高いかも。すげえ、うますぎる、クオリティが高いよ。買ってよかった、買ってよかった、本当に。びっくりする準備はできましたか？せーの、やっぱ、あー、透き通ってるから超見えにくいけど、どうやって見せればいいんだ。待って、え、透き通ってるから超見えにくい。背景で見せればいけるはず。やばくね皆さん、これ、ほら。これ、スキン、ご存知ですよ、皆さん。おい、おミニポーションか、ミニポーションか、壊れてないよね。ブラックナイトでございます。そして、ここに、カスタムで、ジュンって書いてあるので、これと、これ、合計で、5000円ぐらいだったんですよ。これ全部、手作り。これも手作りだし、これも手作りです、皆さん。手作りだって証明するために、ここ、イニシャルを J にしました。なぜ J にしたかと言いますとです、皆さん。僕の名前はジュンなので、J。はい。こうやって、多分、ここにこうやってはめて、やべ！そして、このコードで、電源をつける。そして、なんか光るっぽいんですよ。やってみますか。じゃーん、ちゃ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 ん。ほー。入った！そりゃ入るだろう。まあね。オッケー、皆さん、行きます。3、2、1。うっ！色が変わんの？色が変わんの？これ、ちょっと待って、それは読んでなかった。待って、これ予想以上にいいかもしれない。これ、待って、皆さん、うまく見えてるかな。見てこれ。おー、曲がる。ほら。え、緑になってくよ。緑になってきました。おー、緑になりましたね。お、紫ですね。ほぉ。次は青。そして、最後に多分赤になるはずなんですけど、赤になるか？
赤になるか、赤になった。やべえ、これは本当にすごいいい購入だと思いますよ。 OK、 今回ねちょっとめちゃくちゃ短い動画になったんですけど、この2つ、ミニポーションのキーホルダー、そしてこちら紹介してみたんですけど、皆さんもしね、もっとこういうものを見たいと思ったら、高評価、コメント、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。そしてね、僕ちょっと夏休みが終わって学校が始まったということで、ちょっとアップ数が減ってきてるんですけど、心配しないでください。死んでませんからね。僕は生き返ります。それではね、皆さん次の動画でまたお会いしましょう。スイッチ1、あぶねえ。スイッチ1、アディオス。